度、コンサートを開催することが決定いたしました。こちらですね、トルコと東地中海音楽のコンサート、中東器楽アンサンブル、オスマン帝国の宮廷音楽ですよね、トルコのクラシックですね、とか、トルコの民謡、あとはイラヒと呼ばれる、賛美歌の演奏を行います。この度のコンサートなんですけれども、文化庁の、事業の一環でですね、 Arts for the Future っていう事業のコンサートなんですけども、どういうものかっていうと、コロナ以降ちょっとこう冷え切ってしまったこういう、音楽業界とか文化庁が補助してですね、感染対策をバッチリしてから、ライブを行うという感じになっておりましてですね、中止とか延期とかっていうのはないと思います。コロナ以降ですね、なんかコンサートの企画があっても、やれ中止になったり延期になったりして、で、新しい音楽をですね数十曲覚えて、おじゃんになってっていうのをやってた身としてはですね、ようやく報われる場が来たかなと思っております。場所は日本最大のモスクとして知られる東京ジャーミートルコ文化センターで、ここはですね、なんかネットで検索するとアジアで最も美しいモスクとも言われてるらしくてですね、イスタンブールのブルーモスクを参考にして作られてるらしいです。なので、見学も気軽にできるそうなので、ぜひね、コンサートを見るついでに、あるいはモスク見学のついでにコンサートを見ていっていただけたらと思います。これは予約とか特に必要なくてですね、当日直接会場にお越しください。売店もありまして、ここでしか販売されてないトルコ土産なんかもあるそうなので、ご興味ある方はぜひそちらもご覧ください。